村上匠次、村上匠次、8月14日から1963年10月21日は、日本の実業家、政治家、西日本鉄道社長、貴族院直線議員。大分県下下郡中津署町で、旧中津藩範囲、教育者、村上伝町の4、男として生まれた。大分中学中津分校を経て、1903年。 早稲田大学政治経済科を卒業した。大学卒業後、大阪毎日新聞社に入社指揮者となる。1908年、三越五福店に展示、広告部、通信販売部で勤務した。1912年、和田豊治の勧誘で、九州水力電機に入社し、同社取締役、常務を歴任。1930年、九州水力の九州電気機動買収に伴い、 九気専務に就任。九州電気軌動不正手形事件に際しては、その解決に尽力した。1936年、九気社長に就任。1940年には、伊豆津屋の社長にも就任。また、戦時体制強化に伴い、福岡県内の鉄道事業の統合が図られ、九気、九州鉄道、博多湾鉄道汽船、福白電車、 筑前三宮鉄道の5社が合併して1942年9月に西日本鉄道が発足するとその初代社長に就任した。その他、九州合同バス社長、小倉商工会議所会等、九州産業協会副会長などを務めた。戦後、1945年11月、西日本鉄道社長を辞任。1947年3月6日、 貴族院直選議員に任じられ、同年5月2日の貴族院廃止まで在任した。1955年から1959年には、八幡大学理事長に就任、またいずつや取締役会長なども務めた。ありがとうございます。